ウィリアム・ニランダー、ウィリアム・ナイランダーは、フィンランドの植物学者である。特に地類の研究で知られる。フィンランド中部のオールに生まれた。ヘルシンキ大学で医学を学んだ。動物学特に昆虫学に転じ、その後植物学に研究分野を移した。1857年に、ヘルシンキ大学に新たに設けられた植物学の教授職に就任した。 六年環境住職を務めた後、パリに出て、時折、パリ自然史博物館の仕事をするほかは、組織に属さない研究者として過ごした。1878年に、フィンランドから年金を受け取るが、パリで地類の膨大なコレクションを作り、世界的に地類の研究の指導者となった。三千の種を同定し、三百に上る論文を執筆した。地類の研究に、 化学成分の分析などの手法を導入した。ナイランダーは死街化した地域から地位類が消滅していく現象について最初に報告した生物学者の一人であり、地位類が大気汚染の指標として用いられる基礎を築いた。ナイランダーは地位類が菌類と藻類の共生体だと最初に提唱したジーモン・シュベンデナーの理論には激しく反対した。5万点に及んだ。 ナイランダーの地位類の標本は現在はヘルシンキ大学内のフィンランド自然史博物館に保存されている。ニルは植物の学名で命名者を示す場合にウィリアムナイランダーを示すのに使われる。ありがとうございます。